1.65 の開発数ですね。まあこれもちょっと説明しましたけど、コードの書式を揃えるのには GoFumと、読み方 GoFumとですね、標準のフォーマットになります。これはまあ絶対に使います。まあ、たまに私も使うのを忘れてる時はありますけど、基本的に使います。-S というオプションをつけると、書き方をシンプルにすることができたりしますと。まあ、要するに冗長な書き方、まあ、こっちの書き方でシンプルに書けるよみたいな、この別に型は別に書かなくても、省略できるよみたいなやつは勝手に省略してくれたりします。あとはインポート分の追加削除を自動でやってくれる Go インポーツなんかもありますと。ただ -S のオプションがないですと。まあ FUM との違いは、まあ -S オプションがないかっていうぐらいかなと思いますので、基本的にエディターにこの Go インポーツを仕掛けてる人が多いですと。ちなみに私は仕掛けてないですと。まあ、理由としてはこうなんか、自分のタイミングで仕掛けたいみたいな、そういった感じですね。あとは、整理解析ツールですね。GoBet、GoLint。GoLint は今非推奨になってますと。エラーチェック、スタティックチェック、GoLang CI Lint みたいなものがあります。よく使われているのは、まあ、GoBet は、まあ、ほぼ必ず使います。あとは、まあ、エラーチェックとか、スタティックチェックとか、まあ、GoLang CI Lint とか使えば、まあ、その、いくつかの、リンターの、セットっていうかコレクションになってますので、いろんな、リンターが自動でかかってくれるので、まあ、こちらを使うといいかなと思います。はい。まあ、ここでは GoBet の説明をしておきますと、GoBet は GoTest というテストを走らせるコマンドを実行すると勝手に実行されるように、Go1.10 からなりました。なので、まあ、ザ・ゴープレグラウンドでも勝手に実行されますと。で、GoBet が、見つけるバグっていうのはほぼ 100% バグです。まあ、たまにちょっと GoBet やりすぎみたいなのはありますけど、まあ、ほぼほぼバグですね。で、例えばどういうバグかっていうと、この %S に対して100みたいなものを指定すると、S って文字列を期待してるのに、数値が来てますよね。そういったのはもう明らかに、バグなので、こういったものは、GoBet で見つけられますと。あとはこういった、整理解析ツールをですね、このレビュードックというツールを使うことによって、プルリクエストを投げた際に、整理解析を行うということもできますと。なのでこういったツールがある理由としてはですね、なんかこうなんだろう、例えばこうなんか先輩のコードをレビューするのに、こうなんかこんな重箱の隅をつついたような、指摘をしたら、なんか怒られるんじゃないかみたいなのって、まあそんなことを思う必要はないというのは分かってるけど、なんかやっぱり人間だからちょっと、心苦しいなみたいな気持ちになることもあると思います。あとはまあ人間なので、まあ忘れますよね。で、そういったものは全部機械にやらせて、機械は忘れないし問答無用でかけてくれるので。まあ、レビュードックが言うからしょうがないよねみたいな雰囲気になるので、レビュードックを仕掛けて、自動でチェックするっていうのもありかなと思います。あとはリファクタリングするようなツールとかもあります。GoMove とか、GoRename とか、あと EG とかあります。ちょっとこの辺のツールはだんだん古くなってきましたけど、まあ、大体 ID の中で提供されているものが多いですね。デバッグについては GDB というのがあるんですけど、まあ、基本あまり使われないですね。デリブというのが、まあ、ほぼデファクトスタンダードになっているデバッグになっています。で、あとは、まあ、プリントエフデバッグしたりとか、あとパニックを使ってデバッグしたりとかもします。パニックすると何が嬉しいかというと、関数の呼び出し履歴であるスタックトレースがバーンと出てくれるので、あ、どの関数で落ちたんだなとか、どの関数でまで行ってんだなっていうのがこう分かって便利です。ただこれをこのままコミットするとですね、めっちゃ怒られるので注意してください。